これで今、えー、ローカルにあるコードラマを使用することができます。ハローと打ってみましょう。NVIDIA の A100 といって、GPU のメモリーが 40GB という、今回そちらを使っていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、AI ブジョニアントです。本日は、オープンインタープリターをラマで動かす方法を紹介していきます。えー、先週の動画でオープンインタープリターを紹介しましたが、えー、皆さん試してみましたかネットだとうまくいく情報ばっかり公開されているので、まあ、実際使ってみたら、なんかあんまりうまくいかないぞというケースも、えー、多いですよね。 あとは GPT-4 の API を使ってたりすると結構お金がなくなっていく感じがして私はドキドキしながら使ってたんですが皆さんはどうだったでしょうか GPT-3.5 のターボすらちょっと私は嫌だったので今回は無料で使えるオープンソースのラマを使ってオープンインタープリーターを使ってみたいと思います前回の動画のコメントでラマではうまく動かないという話やオープンインタープリーターってどんなプロンプトを使ってるのっていう質問もいただいたのでそちらについても解説していきます それでは早速やっていきましょう。はい、最初にオープンインター r リ r e のプロンプトって何が使われてるのっていう話になります。で、プロンプトを見るのは簡単で、こんな感じでインタープリターダッシュダッシュデバッグという風に打てば、中で使われてるプロンプトが表示できます。で、表示すると、こんな感じで英語のプロンプトがシステムメッセージとして入力されているようでした。 で、ちょっと英語で分かりにくいので、GPT-4 で翻訳させてみると、はい、こんな感じでえ、あなたはオープンインタープリター、どんな目的もコードの実行で完成できる世界クラスのプログラマーですということで、えいろいろとですね、書かれています。で、ところどころ、このマークダウンで太文字になるように書かれていて、これはアスタリスク2つで囲むと、こんな感じで太字になるんですけれど、強調したい箇所とかはですね、こういう風にすると、まあ、より指示に従ってくれるというとか、まあそういったノウハウがありそうな感じがします。 最後の方には、ユーザー情報として、名前とか、現在のディレクトリとか、あとは OS の情報が入っていましたで。結構長いなというふうに思ったので、トークンの数をカウントしてみると、だいたい470くらいでした。GPT-4 の API の利用料金で計算すると、だいたい2.2円くらいだったので、同じくらい長さの出力だったら、だいたい5円くらいかかっちゃうって考えると、やっぱりちょっと料金が気になるかなっていう風な感じですよね。 はい。ということでですね、えっと、お待たせしました。え、コードラマの使い方になっていきます。で、コードラマは、え、メタ社が開発したオープンソースのモデルで、誰でも無料で使用することができます。で、オープンインタープリターで、え、コードラマを使用する場合、え、内部では、え、こちらのラマ CPP Python というライブラリが使われています。で、このライブラリを使うと、え、ちょっと難しいんですが、え、C 言語とか C、C++ とか、処理が高速に行えるプログラミング言語を Python で使用することができるようになります。 はい。で、よし、じゃあ、ラ、え、マ、ー、CPPPython を、えー、インストールしたので、早速使ってみようということで、まあ、こんな感じでですね、インタープリターダッシュダッシュローカルとすれば、ラマのモデルを選択できるんですが、えー、Windows の方は、えー、実行すると、まあ、おそらくですね、こんな感じのエラーが発生する人が多いんじゃないかと思います。 で、これは、先ほど紹介した、ラマ CPP Python ですね。これ使うときに、の中で C 言語とか C++ で書かれたファイルを扱うので、別途コンパイルといって、プログラミングのソースコードを実行できる形式に変換する処理が必要になってきます。ちょっと難しいんですが、そのコンパイルを行うためのツールがないということで、エラーになっているようです。 はい。なので、次は、そのコンパイルを行うためのツールをインストールすればいいんじゃないかということで、マイクロソフトが提供している、こちらの Visual Studio というツールを使えば、コンパイルができそうなんですが、結構大きいソフトになるので、ちょこっと触ってみたいのに、こういうのをインストールするのって、ちょっとめんどくさいですよね。はい。ということでですね、いろいろ調べてみたら、Weel 形式というファイルをダウンロードしてくれれば、簡単にダマ c p b Python が使えるようでした。 で、wheel ファイルって何ってことなんですが、これは、え、zip ファイルみたいな感じで、すでにコンパイルされて、え、実行ができる状態のファイルとかを配布するときに使われる形式で、これを使うと、ま、すでにコンパイルされてるので、先ほどのビジュアルスタジオとかを、え、インストールする必要がなくなります。ちょっと説明だけだったらよくわからないと思うので、え、実際にやりながら説明していきます。え、それでは早速やっていきましょう。 はい。それでは早速やっていきます。えー、最初にまずターミナルを開きます。下の検索から、えー、ターミナルと。そうするとこういった黒い画面が出てくるので、まずは作業ディレクトリを作成します。えー、前回の動画ですでに作成している場合は、えー、作らなくてもいいんですけども、この動画ではもう一回作ってみます。インタープリター。今インタープリターのディレクトリができたので、こちらに移動します。えー、移動は CD の、えー、インターでタブを押せば出てきます。ちょっと違うの出てきたんで、インタープリターですね。 で、今、インタープリターのフォルダの中に入りました。はい。で、前回も紹介したように、パッケージをたくさん入れていくので、仮想環境といって、パッケージとかを管理できる仮想環境を作成します。python-mvmb、インタープリターンブとします。はい。はい。そうすると、今、仮想環境が作成できました。はい。それでは続いて、仮想環境に入ります。ls を打つと、インタープリターンブがあるので、インタープリターンブの スクリプトのアクティブ。これでエンターを押すと仮想環境に入りました。こんな感じでインタープリターエンブという風に表示されているかと思います。コントロール L を押して、ヒップインストールオープンインタープリターですね。はい、今インストールができました。コントロール L を押して、インタープリターでダッシュダッシュローカルを押します。はい、これでえっとラマを選択する画面が出てきます。 こんな感じで、ちょっと見にくいんですけれども、パラメータサイズを選択できます。7B から 34B で、今 7B を選択します。はい、そうすると、スモール、ミディアム、ラージということで、これは以前動画で紹介したんですが、量子化といって、パラメータの表現力を少し落として、モデルのサイズを小さくするという技術があります。もちろん、表現力を落とすと、文章の質は下がってしまうんですけども、私のノートパソコンはそんなにメモリがないので、一番上の、このスモールですね、こちらを選択します。 GPU は使わないのでノ o で。ラ a m CPP Python ないのでインストールしますかというので、えっ、ー、とイエースをします。はい、そうすると、えー、ちょっと、今エラーが出ました。で、モデルない人は、おそらくモデル選択した後に、モデルをダウンロードする時間がかかるかなと思うんですが、まあ、その後進めていくと、こんな感じでエラーが出てしまいます。で、これは冒頭話したように、コンパイラーがないというふうに言われているようです。まあ、なので、ラ a m CPP Python が使えないということですね。なので、一旦コントロール使用します。 で、えっ、ー、と、コントロール L を押して、一回リセットして、ここでですね、Wheel 形式のファイルをインストールしていきます。はい。で、Wheel 形式のファイルなんですが、ラ a m a CPP Python の GitHub のページから公開されている Wheel ファイルがわかります。こちらリンクの方を概要欄に貼っておくので、興味がある人はそちらから飛んでいただければと思います。で、今回は私ですね、今 Python の3.10を使ってます。 で、その場合は、この CP310 ですね。これが Python のバージョンになってくるので、310を選びます。他の Python のバージョンを使っている人は、そちらを選んでください。で、Python のバージョンわからない人は、ターミナルで Python と打てば、今読み込めてる Python のバージョンが出てくるかと思います。はい、こちらエグジットします。はい、で、私は、えー、と Windows の 64bit なので、こちらの Wheel ファイルになります。はい、で、それが確認できたら、pip インストールで、先ほどの Wheel ファイルを持ってきます。 で、コマンドとしてはこのような形になっていて、こちらも概要欄に貼っておくので、興味ある人は見てみてください。そのご自身のパソコンによって必要な Wheel ファイル変わってくると思うので、そちらは適宜変えて実行してください。こちらを実行します。はい、今ですね、インストールが完了しました。これで r a m CPP Python が入っているので、Ctrl-L を押して、Interpreter、ダッシュダッシュローカル、で、えっと、ダッシュ Y としましょう。 もう一回モデルの選択で 7b で一番ちっちゃいので gpu 使わないと。はい、そうするとエラーが出てましたね。はい、ちょっとエラーが出たので、一旦ですね、ターミナル閉じて、えっ、ー、と、もう一回起動してみます。仮想環境に入った後に、インタープリーター、ダッシュダッシュローカルのダッシュワイですね。7b のスモールの n と。 そうすると、まあ、ちょっとなんでかわからないですが、一回閉じてから入り直すと、うまく読み込むことができました。これで今、ローカルにあるフードラマを使用することができます。ハローをってみましょう。はい、そうすると、こんな感じで出力されました。動画だとカットしてるんですけども、多分30秒ぐらいかかったかなと思います。まあ、やっぱ CPU だと結構遅いですね。ちょっと会話をしてみましょう。カレントディレクトリー何ですかと聞かれてるので、こちらですね、答えてみましょう。 はい。そうすると、これが、え、現在のワーキングディレクトリですよっていうふうに言ったんですけども、えっ、ー、と、また同じ文章が返ってきてしまいました。やっぱ一番ちっちゃいモデルってこともあって、あんまりいい返答が返ってきませんね。Hello World ーーとプリントをしてくださいと指示してみます。はい。そうすると、このような形で、実行してくれなかったんですけども、Python のプリント文の書き方を教えてくれました。まあ、ちょっとなんか微妙かなという感じが、え、しますね。 今回、モデルが小さかったので、まあ、こんな感じになってしまったというところで、モデルを大きくしたらどうなるのっていうのは気になるので、クラウドで良いサーバーを借りて、大きいモデルで挑戦していきます。はい、それでは、モデルのサイズが大きいラマのモデルを使って、どんな感じで出力できるかっていうのを見ていきます。で私が持ってる Windows のパソコンは GPU が付いてないので、Google が提供しているクラウドの仮想サーバーを借りて実験してみます。 で、ちょっと仮想サーバーのセットアップとか、えー、結構う側直接あったんですが、そこら辺解説すると動画が長くなりすぎてしまうので、今後機会があったら解説していきます。で、今回は、えー、GPU で動かしたいので、NVIDIA の A100 といって、GPU のメモリーが 40GB という、今回そちらを使っていきたいと思います。はい。で、セットアップの仕方としては、基本的には同じで、コントロール、L、を押して、LS で、今テストっていう仮想環境を作成しています。で、ちょっとその仮想環境に入ります。 Ubuntu なので、仮想環境の入り方はちょっと変わってきます。えー、ソース、テスト、ビン、アクティブですね。これで今、仮想環境に入ることができました。で、オープンインタープリターとか、ラ、え、マ、ー、のモデルとかは事前にダウンロードしていたので、えー、そちらを使っていきます。はい、まずは、インタープリターで、ローカル、ダッシュワイト。はい、そうするとモデル選択ができます。えー、7b にして、えー、一旦ですね、この 7b のラージを使ってみます。はい、s で、 はい。先ほどは 7b の small だったので、えー、こちらです。チャットしてみます。はい。そうするとですね、めちゃくちゃ早く帰ってきますと。日本語は話せますかっていうと、えー、そのまま帰ってきてしまいますね。チャット GPT と検索するコードを書いて実行してくださいと。ああそうすると、what would you like me to do? ということで、何してほしいと聞かれますね。search chat GPT and show me results とやってみれます。 そうすると、まあ何かしら進んでいきますけれども、なんかチャット GPT のダッシュダッシュヘルプで何かしら表示させようとしたりとか、まああんまりうまくですね、指示に従ってくれなさそうですね。まあ70億パラメータだと、まあなかなか難しいのかなということで、一旦コントロール C で閉じます。続いて340億のパラメータを持つモデルを使っていきます。インタープリター、ローカル、バイ。で、これで 34B を選択して、えっと一番大きいモデルはですね、この 36GB ということで、 普通の GPU だったら動かないと思います。こんにちはってやってみますか。はい、そうすると、まあ何かしら返ってきました。Create new directory called to v, v t u b e r にあったインターユーザーズファームィレクションとまあちょっとなんか指示には従ってくれてない気がしますが、英語にしてみますか。はい。あ、繰り返し文章が出力されちゃいますね。ChatGPT&GetResult おチャット GPT 検索してもらって、検索結果をゲットしてくださいって言ったんですが、止まってしまっていますね。コントロール C を押します。うまくいかないですね、やっぱり。もう一回行きますか。こんにちは、チャット GPT 検索して、検索結果まとめてと言ったんですけれど、まあ何かしらまとめてくれてはいますが、あなんかおかしくなっちゃいましたね。うーん。 ちょっとコードを見てみると、テキストファイルを作ろうとしてて、まあ、その中身には、こんにちはチャット g p t と検索して検索結果を5件まとめてくださいという文章をテキストファイルに書いてるだけな感じがします。ちょっとコントロール C で一回やめて、ちょっと使えなさそうですね。もう一回やってみますか。ちょっと基本的なタスクとして、えー、こんにちはを英語にしてくださいと言ってみます。あ、これはできそうですね。こんにちは is hello in English ということで。 チャット GPT を検索して、検索結果をまと、はい、というのを英語にしてくださいと。なるほど、なるほど。お。なんか進んではいますけど、うん、なんか無限ループに入ってる気がしますね。はい、ということで、え、止まらないと。 え、無限ループに入ってしまいました。で、まあオープンソースなら GPU のお金かかってるんですけれど、あの API の利用料金かからないので、まあ、安心というところなんですが、現状一番大きいラマのモデルを使ったとしても、オープンインタープリターを使いこなすには、え、精度として足りないかなというふうな感じがします。皆さんも興味があれば、ぜひ試してみて、え、コメントの方で感想とかをしてもらえると嬉しいです。はい、以上で本日の動画を終了したいと思います。 はい、最後にお知らせということで、この度ですね、ユーデミーの第2弾を公開しました。はい。で、実は私、ユーデミーも作っていて、えっと、第1弾はひっそりと、今年の6月末ぐらいに公開していました。で、特に動画とかでは宣伝していなかったんですが、ありがたいことに、第1弾はベストセラーとなっていて、多くの人に買っていただきました。え、ありがとうございます。 で、今回は、えー、LINEBOT 開発入門ということで、まあ、単純に CatGPT と LINE を連携させる方法ってのは、えー、もちろんのこと、PDF を参照させたりとか、過去の会話履歴をデータベースに保存して、記憶を持った LINEBOT を作る方法を解説しています。で、プログラムやってない人でも、えー、動画で紹介しているソースコードを貼り付けていけば、えー、動くものを作れる構成になっているので、実際に手を動かしながら学ぶことができます。 で今回の講座もえ私の知り合いで、まあ、めちゃくちゃ優秀な友達に相談しながら一緒に3ヶ月ぐらいかけて作っていったのでソースコードの品質とかも結構自信があるものができました。ユーデミ y の講座はえ基本的にはこのチャンネルをいつも見てくださっている方と、まあ、コメントとかでやり取りした中でこういう言葉で説明すれば伝わるんじゃないかなっていうふうに考えながら作成しています。 今回の講座も LINE と PDF の Q&A ってできませんかっていうコメントが来てたのでそのアイデアを参照させてもらってコンテンツを作成していきました。で興味がある人は概要欄にクーポンを貼っているのでぜひ見てみてください。でもし講義を受けてみてあいいなというふうに思っていただけたらレビューの方をつけてくれると大変嬉しく思います。はい、それでは宣伝は以上になります。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。